夢見る男子、ヒロインにガチ説教する主人公、面白すぎるだろ。でバリバリ財布の客に、クマさんっぽい先輩、そしてその先輩が位置するシーンをヒロインが見ちゃうっていうか未展開。どこから突っ込めばいいのかわからなすぎる。でも面白いからOKです。みんなも夢見る男子楽しんでください。以上、夢見る男子のお話でした。